囚人から革命の炎へと転じたサイラスは相手の力を逆手に取って大打撃を与える。至近距離からの攻撃を得意とし、次々と強力な打撃を繰り出しては敵の R アルティメットスキルを乗っ取るのだ。革命の時は満ちた。サイラスのチャンピオンスポットライトへようこそ。まずは Q から。鎖を叩きつけて敵にダメージとスローを与える。時間差で鎖の交差部分が爆発し、さらにダメージとスローを与える。次に W、 敵を圧倒するラッシュスキルだ。対象に飛びかかってダメージを与えて自身を回復する。敵の体力が低い場合はダメージが増加し、サイラスの体力が低い場合は回復量が増加する。相手の命を断ち切る必殺技だ。続いて E、 2回発動できるタイプだ。1回目は短距離ダッシュでシールドを獲得、2回目で鎖を放ちスタンとダメージを与え、最初に命中した敵に自身を引き寄せる。そして固有スキル、スキルを使用するたびに次の通常攻撃が鎖を旋回させるようになる。スキルとスキルの合間に通常攻撃を挟むことで固有スキルの効果を最大限発揮しよう。この鎖から逃れる術はない。今度は王が頭を垂れる番だ。最後に R、 サイラスは敵の R を自分のスキルとして取り込み、必要なだけ温存し、あたかも自分のスキルであるかのように使うことができる。サイラスの R が発動可能であれば、敵の R がクールダウン中でも取り込むことができる。ただし同じ敵から再び取り込む場合はクールダウンが発生。その長さは敵の R の基本クールダウンによって異なる。火を起こそう。段数のあるものなら最大まで装填し、ま、使えなくはないが。変身するものなら本物そっくりに姿を変える。どんなものであれサイラスは確実に使い倒すだろう。終盤はクールダウンが短くなり、連続して異なるチャンピオンの R を使用できる。ここでのサイラスはランブルの R を取り込んでバロンを阻止しようとしている。シンドラへの攻撃は外したものの、どうにかとどめを刺すことができた。しかしこれで終わりではない。アリスターの R を身にまとった解き放たれし者は敵を殲滅すべく果敢に戦い続ける。戦略は状況によって変化する。サポート系スキルがベストであったり、行動妨害系スキルが集団戦を制することもある。相手が一人ならイブリンの R がうってつけだ。この R はあらゆる事態への対応を可能とする。賢く立ち回り、敵の殿下の宝刀を敵にお見舞いしてやろう。さあお前の実力見せてもらうぞ。サイラスの戦闘に同じものは2つと存在しない。どのような R をどのように使いこなすか、パターンは数えきれない。状況を即判断して打開する。戦場を望むがままに支配するのだ。どうだ貴様自身の技は。知力と筋力を駆使して勝利へ導くファイター系名士がお好みなら、サイラスの同志となって共に革命の火蓋を切ろう。解き放たれし者について詳しく見るには、鎖を断ち切り以下のリンクへ移動するのだ。